ベルンハルト・ヘンリク・クルーセルは、スウェーデン系フィンランド人のクラリネット奏者、作曲家、翻訳家。古典派における最も重要で最も国際的に知られたフィンランド生まれの作曲家であり、まさに、シュベリウス以前の結出した作曲家、と評される。クルーセルは、スウェーデン王国のニースタードの貧しい製本屋の家庭に生まれた。 祖父のベルンハルト・クルセリウスは、大墓とストックホルムで製本業を学び、ビョルネボリに移り住んだ。そこで9人の子を設け、その中で父と同じく製本業の道に進んだヤコブが、クルーセルの父である。1765年、見習い期間を終了したヤコブは、ニースタードに移り、そこでヘレナ・イランダーと結婚したが、彼女はその約1年後に亡くなってしまう。 ヤコブは1769年に丸がれたメスマンと再婚し4人の子供を授かる。しかしその中で大人になれたのはベルンハルトだけであった。クルーセルは後にこの頃の生活について3人称でこう述べている。彼が生まれた小さな町には音楽に活発な興味を示している者がただ一人しかいなかった。それはある店の従業員で、 午後になると彼が趣味でフルートを吹く音色が聞こえてきた。ある夜、4歳のベルンハルトは壁にもたれかかりながら、通りに腰掛けていた。甘美な戦律によった、彼は宇頂天であった。長い時間息子を探し回った両親は厳しく、彼を叱りつけたが、それでも彼は次の晩もそのお気に入りの場所に出かけて、行くのをやめなかった。今回は、息子の反抗的な態度に、 両親は彼を殴りつけたが、それでも無駄だとわかると二人は彼を狂ったままにしておいた。フルートの音が聞こえなくなれば、すぐに家に帰ってくるだろうと考えたのである。バイオグラフィー・オ of B.H. クルーセルスベアボリの、要塞クルーセルが8歳の時、一家はヘルシングフォシから北に約37キロ離れたヌルミアルビへと引っ越した。彼の生来の音楽への興味は尽きることなく、 友人が演奏するのを聞きながら、クラリネットの演奏を耳で覚えた。まもなく、ニーランド県のある、連帯学団員から特訓を受け始めるようになる。1788年、クルーセルが13歳になると、彼の才能に気づいた一家の友人がスベアボリの王、バランストジャーナ少佐のもとに、彼を連れて行った。スベアボリは、ヘルシングフォシュの湾岸から、すぐの6つの島の上に建設された。 会場要塞である。要塞の教養豊かな将校たちは、町の文化や政治に大きな興味を持っていた。ワランスとジャーナ少佐は、クルーセルの演奏に感心し、彼をスベアボリの軍楽隊のボランティア団員として、迎えるとともに、家族と共に住める場所を提供した。スベアボリで学ぶことができた、クルーセルは、音楽と語学に長けていった。1791年に、 バランストジャーナが転属となると、クルーセルは彼について、ストックホルムへと向かった。クルーセルはその後の人生の大半を、スウェーデンで過ごすことになったが、彼は常に、フィンランド人を辞任していた。彼は、晩年に、ヨハン・ルドビクルーネ・ベリに宛てた手紙の中で自らを、フィンランド人、フィンスク・ランズマンと呼んでいる。また、彼は、旅行日記をフィンランド語で綴っていた。 ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラー・クルーセルは、ストックホルムでも鍛錬を続け、クラリネット独奏者となった。1792年、16歳で、連帯楽団の指揮者に任ぜられ、翌1793年には、旧帝楽主席クラリネット奏者となった。この楽団を率いていたのが、彼の作曲の師であるドイツの作曲家、ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーである。1798年、 クルーセルは資金援助を受けて数ヶ月の間ベルリンに滞在することができるようになりそこで有名なドイツのクラリネット奏者フランツ・タウシュの訓導を受けたタウシュはドイツでクラリネット学校を設立しておりそこで技巧よりも音色の美しさに重点を置いた教育を行っていたクルーセルの上達は目覚ましくスウェーデンに帰国するまでに ベルリンやハンブルクでの演奏会に出演した。音楽雑誌、アルゲマイネ・ムジカリッシュ・タイトゥングによるハンブルクでの演奏会表は、好意的なものであった。残りの生涯を、スウェーデンで過ごした、クルーセルであったが、一度だけフィンランドに戻っている。サンクトペテルブルクへの旅行の後、スウェーデンへ戻る、途上の1801年7月7日ヘルシンキで、 ピアニストのフレードリック・リタンデルの伴奏で演奏しており、また7月30日には、トゥルクにおいて、トゥルク音楽協会管弦楽団主催の演奏会でも演奏している。クルーセルは、ストックホルムで、フランスの在スウェーデン大使と知り合いとなる。この友人関係をきっかけとして、彼は1803年に、パリへの旅に出ることができた。パリでは、演奏を行うとともに、 まだ新しかったパリ音楽院でジャンザビエル・ルフェーブルの下でクラリネットを学んだ。ルフェーブルの勧めに従い、彼は6月2日にミヒエル・アンディングワイ製のマウスピース、9月14日にはジャンジャック・バウマン製の6度のシーカンのクラリネットを購入している。クルーセルは1800年頃まで髪型に曲がったリードを使用していたが、その後下方に曲がったものに変えており、 これは現代と同様のよりカンタービレに適した位置取りである。彼がこれを取り入れた時点では、まだ未発達だったのは確かだが、彼は歯並びが悪く、そのため上向きのリードの取り付けを好んだのだろう。グスタフ4世、アドルフ・パリのイタリア歌劇場が、クルーセルに主席クラリネット奏者の職を打診した。彼が、 王宮還元学団から離れてしまうことを危惧したスウェーデン王グスタフ4世やドルフが彼の渡航期間延長の嘆願を却下し、その代わりに彼をこの遺伝体学団の首席指揮者の地位につけた。クルーセルはストックホルムに戻って以降、1833年まで宮廷還元学団に留まった。1811年6月には彼はタウシュに会うために、 ベルリンへと赴き、そこで二人はクラリネットについて語り合った。その月の暮れには、ライプツヒに恩人を訪ね、7月には、ドレスデンのハインリッヒ・グレンザー製の新しい楽器を購入した。このグレンザーのクラリネットは当時としては、先進的なデザインで、11度の演奏が可能であった。その後1822年にも彼は、ドレスデンを訪れ、グレンザーの店を引き継いだ。 グレンザー・ウント・ビーズナーと、ボルマンという他の制作者から新たに楽器を購入している。ストックホルム音楽博物館には1822年からその後に作成された、グレンザー・ウント・ビーズナー製の5つのクラリネットが収められている。4つは11度、残る1つは10度のものである。クルーセルはキャリアを築いていく中で、スウェーデン、ドイツ、そして、 イングランドでもクラリネットのソリストとしてよく知られるようになっていった。彼はモーツァルト、ベートーベン、ジャダン、クロンマー、ルブラン、ビンターや他の作曲家の作品を演奏した。50を超える演奏会票がありながら否定的な票は一つも見られない。スウェーデン新聞の音楽批評家だったカール・アブラハム、マンケルは丸みを帯び、 楽器の音域のどこを吹いても一様なクルーセルの音色を称賛していた。また、クルーセルの演奏ではピアニッシモが高く評価されていた。彼が宮廷楽団で長年にわたり最も高級を得ていたという事実は彼の名声を示唆するものである。クルーセルの墓1791年から1799年にかけて、クルーセルは作曲と音楽理論を ヨーゼフ・ゲオルク・フォークラーに指示した。またもう一人のドイツ人教師、ダニエル・ベリッツが、ストックホルム在住であった際には彼にも指示した。1803年に、パリに滞在していた際には、音楽院で、フランソワ・ジョセフ・ゴセックとアンリ・モンタン・ベルトンの指導を、仰いだ。彼の作品には、競争曲や、室内楽の、クラリネットのみならず他の宮廷楽団の、 木管楽器奏者のためのものがある。1811年にライブツヒに赴いた際には、その後1814年にペータース社の一部となる音楽出版社のビューローでミュージックと関係を築いた。1818 18年から1837年にかけて下記にリンシェーピングで軍楽隊を指揮していたクルーセルは楽団のために ロッシーに、シュポは、ウェーバーの更新曲や序曲を編曲し、男性合唱のための曲を作曲した。1822年、彼は、スウェーデンの詩人のエサイアス・テグネールなどの詩への参観に、渡る作品を出版し、さらに1826年に世に出した、クリチフス・サーガの巻は、テグネールの詩につけた銃の歌曲であった。オペラ、ドレーョジョ,ジョリーラ・スラビナンは1824年に、 ストックホルムの初演され、続く14年の間に34回再演された。クルーセルは優秀な言語学者であり、イタリア、フランス、ドイツの重要なオペラをスウェーデンでの講演用に翻訳した。彼が訳したモーツァルトのフィガロの結婚は1821年に初演され、この業績により、スウェーデンの文学者の教会であるゴチック教会に招かれている。 1837年には、スウェーデンアカデミーによって、ゴールドメダルを授与され、国と教会への貢献により、ベイッサに除された。スウェーデン国立図書館は、自伝書の倉庫を2つ保管している。1982年より、クルーセル誕生の地、ウーシカウプンキでは、毎年夏に、クルーセル習慣が設けられている。この祭典は、木管楽器による音楽のためのものである。 クルーセル週刊の芸術監督は、十四 SRKK である。作曲年、初版年やたで、突起のない情報は、考え文献類、ワールドキャットからのものである。注釈出典。ありがとうございます。